ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミューです。今日は精油を原液で皮膚に直接塗布してはいけない理由についてお話しします。たまにですね、聞かれます。和製油って皮膚に直接塗布できるぐらい品質がいいものですよねっていうふうに聞かれるんです。安全ですよねっていうことで聞かれるんですけれども、そこはですね、根本的な情報不足によって、そういった認識の違いっていうのが生まれてきますので、基本的に精油って何なのかっていうね、お話とかも交えて説明していこうと思います。まず精油って何なのかなんですけれども、精油は植物から抽出される高濃度に濃縮された芳香成分の塊みたいなものなんですよね。植物の花、葉、果皮、樹皮、根などからですね、抽出される植物の二次代謝によって作られた有機化合物の塊です。この説明だけ聞くと本当に化学のね、なんかこう薬品みたいなイメージになるかもしれないんですけれども、イメージとか考え方としてはね、そのぐらい思っておいた方がいいかもしれませんね。で、精油の成分として例えばテルペン、アルコール、アルデヒド、ケトン、エステルとかのですね、様々な化合物が含まれています。で、それぞれの化合物は異なる効果を持っているんですけれども、これをですね、高濃度で使用するともちろん皮膚刺激を引き起こすことがあるということですね。それ以外にも、なんで精油を直接塗布してはいけないのかという理由なんですけれども、さっきもお伝えした通り、有機化合物の塊みたいなものですから、皮膚にとっては刺激が強いんですよね。そういった濃いですね、非常に高濃度に凝縮された精油をですね、直接皮膚に塗布すると、皮膚刺激で炎症を引き起こすだけじゃなくって、例えば体内にですね、取り込まれた際にアレルギーを起こしてしまうものなんてのもあるんですよね。いくらですね、肌に優しいというか原液使用をすることもあるというような精油であったとしてもですね、ものすごく必要性がない場合は原液で塗るっていうのは避けた方がいいでしょうね。ましてや普段のトリートメントでね、原液塗布で行うなんていうのは危険性を高めるだけなので、やめておいた方がいいです。あとは光毒性のある精油もあるよということですね。いくらですね、きちんとした精油だというふうに認識をしていたとしても、きちんとした精油がそもそも何なのかわからないんですけれども、柑橘系の精油、例えばベルガモット、レモン、グレープフルーツなどはですね、圧搾法によって抽出された精油に関しては光毒性があります。光毒性っていうのは何なのかというと、精油を皮膚にですね、塗布した後に日光に当たると皮膚が赤くなったり、こう炎症を起こしてしまうというのが光毒性なんですね。この光毒性を起こす作用に関しては、たとえ希釈されていたとしてもですね、皮膚に塗布した状態で日光に当たると光毒性が引き起こされてしまいますので、ましてや原液で塗るとその毒性が強くなってしまう、ね、炎症が強く引き起こされてしまうので危険ですよね。一方、和精油の、柑橘系の精油なんですけれども、これらはですね、ほとんどが水蒸気蒸留法で取られたものなんですね。そうすると光毒性を起こす成分が含まれていない精油になっています。ただし、この光毒性を起こさないという柑橘系の精油だからといって、皮膚に直接ですね、塗った場合っていうのはとてもですね、痛い目に遭う可能性が高いです。このあたりはまた後でね、お話ししたいと思います。はい、であとは、過敏性とか感作ですね。精油を繰り返して使用すると感作と呼ばれる状態がね、発生することがあります。これはですね、何度も何度もこう体内にですね、化学物質、化合物が入ってくることによって、免疫系がすごく過敏になってしまって、精油に対してアレルギー反応を引き起こしてしまうという状態ですね。
これはですね、大量に使うと起こるというものでもなくって、少量の精油でも強いアレルギー反応が出ることがあるので、すごく危ないのでね、気をつけてください。こうやってご紹介してきた中で、やっぱりこうね、皮膚に直接塗布してはいけないなというのは感じていただけたかなと思うんですけれども、私自身ですね、こう自分で皮膚に直接塗布することっていうのは、ないんですね。ほとんどないです。アロマセラピーを勉強し始めた頃っていうのは、ティーツリーの精油であればニキビにちょんとつけることもあるっていうふうに聞いていたので、例えばですね、ちょっと炎症が起こりそうなニキビであったり、ピアスの跡がですね、産んでしまったりした時に綿棒に少しつけてですね、ちょんちょんとすることはありましたけれども、逆にですね、結構そのニキビになりかけの肌のところの薄い皮膚、多分表皮ですね、少しこうボロッと剥がれてしまったりですとか、ちょっとね、赤くなっちゃったりっていうこともあるので、今はですね、現役でつけることっていうのはないですね。あと間違えてですね、下着のキャミソールとかタンクトップの胸元に精油をですね、少しつけようと思った時にですね、間違えて胸元につけちゃったことがあるんですけれども、なんかね、気づかなかったんですよね、自分のその皮膚に直接ついてるっていうのが。最初はね、ちょっとこう何か抑えられてるような感じがするなって思ったら、だんだんヒリヒリしてきて、何かね、刺さってるような感じになったんですよ。で、私ブラジャーのワイヤーがね、真ん中ら辺のところが飛び出て刺さったのかなと思うぐらい痛かったです。でもよくよく考えれば、あ、そっかって言って、精油がついちゃったんだっていうのを気づいたんですよね。で、洗い流したんですけれども、本当にね、結構ね、痛いですよ。こうブスッと刺さったかのような痛みを感じました。ちなみに、日本アロマ環境協会 AEAJ がですね、大規模調査を行った際に、精油の直接塗布によるトラブルが起きた例っていうのを調べたんですけれども、精油の原液塗布に関してはこんな話があります。一つ、7年ほど前、友人がイギリス人のアロマセラピストにラベンダーの精油は原液でも使えると言われ、実際に使ったところアレルギー反応が出て半年ラベンダーの精油が使えなくなったとか、2018年12月、知人が包丁の切り傷に精油を原液でつけられた。精油をつけた本人はこれで治ると言っていたが、知人が医師に診断してもらったところ、精油をつけた部分に赤みが出て悪化していたということなんですよね。これね、よくやっぱりラベンダーの精油は原液でも使えるって言われたりしますけれども、必要性が本当にある場合ってものすごく限られてると思うので、これでラベンダーが半年ね、使えなくなってずっとアレルギー反応が出ちゃうなんて、非常に残念な話ですよね。あとは多分この包丁の切り傷に精油を原液でつけたっていうのは、もしかすると血が出てる状態だとゼラニウムの精油を原液でつけたのかもしれないですね。ゼラニウムの精油に関しては塗ると血液凝固作用があるって言われていて、確かにね、私が聞いた話によると、血が出た時にゼラニウムをボタッと垂らしたところ、血がプルンっていう形で固まったっていう風に聞いたことがあるんですよね。ただそれが本当にちゃんと治療につながるかどうかっていうのはですね、謎ですよね。まず傷の治療とかに使うのであれば、精油は第一選択としては使わなくていいんじゃないかなって思います。一つ懸念点として、今インスタグラムのアルゴリズムが変わっていて、で、収益化が始まるんですよね。そうするとやっぱりこう見てもらってなんぼの世界になってしまうので、よりインパクトのあるビジュアルだとか内容で、本当かどうかわからないような話を出してくる人たちっていうのが増えそうなんですよね。今でさえアロマとか精油で検索をすると、何々に効くとか、原液でポタポタポタっと垂らしてるようなね、リールが見つかったりするので、特にアロマ初心者の方はですね、あ、そういう使い方があるんだとか、あ、これを使えば大丈夫なんだというふうに誤解してしまうかもしれないので、注意してください。皮膚に使用する場合は必ず機材で希釈をして適切な濃度で使用してくださいね。の方が効果的に精油を使うことができます。
はい、今回は精油を原液で皮膚に直接塗布してはいけない理由をですねお伝えさせていただきました。ご意見や質問があればぜひコメント欄でお聞かせください。ではまた次回お会いしましょう。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油なる暮らしのコミュでした。